グランロデオのお二人です。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、順番に自己紹介をいただけるでしょうか。グランロデオボーカル岸尾でございます。よろしくお願いします。ギターの飯塚です。よろしくお願いします。いや、満を持して初登場なんでございます。はい、ずっと僕はもうやっぱ802には出たかった、ね。嬉しいですね。ありがとうございます。もうやることないです。もう夢が叶いました。いやいや、グランロデオでも結成されてからまだ言うても6、7年ぐらいですか。そうですね。ちょうど7年目ですね。7年目。うん、はい。元々はまあすごく基本的なところからちょっと聞いていきたいと思うんですけど、はい、元々はどんなきっかけで結成されたわけですか。これ話せば長いっちゃ長いですけど、まあボーカル私岸尾と申すものなんでございますけれども、はい、声優やってまして、うん、アニメーションに声を当てる仕事をやってまして、はい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 、で昨今の声優さんっていうのはこう何でしょう、仕事の一環としてキャラクターソングっていうものがあって、はいはいはい、そのキャラクターになりきって歌うっていう、うん、なのでお多分に漏れず僕もその仕事が回ってきまして、はい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 、やらせていただく機会があった時にたまたま楽曲の作曲とアレンジをやってくださったのがその飯塚さんだったんです。飯塚さんはもともとはじゃあそうやってこう裏方として曲を作る。そうですね、もうずっとミュージシャンも89年ですからね、うん、僕はこの仕事を始めたのがそっからずっと裏方で曲作って、うんうんうん、まあスタジオミュージシャンやったりとか曲作ったりとか編曲したりっていうのをやってて、はいはいはい、まあ90何年ぐらいだったかな忘れましたけども、割とアニメの仕事が多くなってきて、はいはいはい、その作曲編曲とかが多くなってきて、その中の一環であったって感じですね。でこの2人が運命的な出会いをし、うん、そうですね、そこで出会っちゃったんでね、でバンドやっちゃうみたいな、なんか偉い人がそう言ってくれて、ね、はいはい、2人組んじゃわない優たちみたいなことを、なるほど、言ってくださったんですよね、うん、当時の事務所の社長でしたね、社長ですね、優、はいはい、うん、たちさ組んじゃいないよって言われたんで、そう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 、ということはですね岸尾さんはじゃあグランロデオの前はシンガーとしての活動はされてなかったの？いや、やってないです全然、うん、はい、本当ですか？いや本当に何もやってなくて、うん、ただまあ高校時代にコピー版をやってたんで、うんうんうん、だ歌うことはすごい好きだったんですけど、うん、ましてやましてやというかその音楽で飯食っていく人なんてもう一握りだと思ってたし、はいはい、絶対僕はなれないと思い込んでたんで、うん、だからそういうきっかけをいただいたのはちょっとこうやってみようかなっていう、うん、初めてじゃあ飯塚さんが歌を聴いた時は、うん、すごい逸材を見つけたぐらいの気持ちになったんですか。まあそうですね、僕はその一握りの中の人ってことなんですけどそこまず言いたいのね、そこ僕は音楽で食ってたんですよ ね、 だからその一握りの人間から見てもこれはちょっとすごいの来たなみたいな。ですよね、割とこうね、やっぱり何ですか、ボーカルの人とかすごい、僕は角田博さんとかのサポートもやらせてもらってたりする、はいはいはい、結構な人をいっぱい見てるんですよ、うん、歌の前人とかその中においてもちょっとこれちょっと今までと違う感じだなみたいな、へーっていうのは思いましたね。一人にいる人間が見た感じそうですよ、何回も言ってますよね、それね。でまあその2人で活動開始して7年目、グランロデオですけれども現在全国ゼップツアー中で、先日1月22日には大阪でもライブが行われました、はい、特に大阪のライブは盛り上がるらしいです。毎回すごいよね。だからゼップも、うん、だから今年この間やったのが今のゼップは最後で、うん、またほら移転するよ、ナンバーの方。でそういうのもあってか、うん、この間はもう本当今まででもどうでしょう、グラン史上トップクラスに盛り上がった、うん、でやっぱ大阪はね、やっぱ何かありますね。へ、例えば声の僕自身の調子があんまり今日出ないだろうなと思ってても結果結構出てくれたりするんで、それ多分オーディエンスの盛り上がりとかっていうのもあるんでしょうけど、何かね、相乗効果なんだろうけど、俺たちが盛り上げてやるぜみたいな気持ちももちろんあるし、なんかそのテンションを補完してくれるというか、逆に助けてもらったりっていうんで、なんかそれが特に大阪が強いように思いますけどね、うん、お客さんからのこうリアクションが大きいと飯塚さんが歌ったりもしちゃうわけですか、ね、よくご存知でいつも歌ってるのかと思ったらそうじゃないんですよ。いや、ほんとめったにです、うん、誰にも言わないんでね、歌うと思う。そうそうそう、スタッフの誰にも言わないじゃあもう PA さん歌ってるよ、おいってこう。そうなんですよ、だからもうギターソロっていう時間帯も完全にこの人のものなんで、何しようが自由だっていうね、僕の、
お小遣いだね。あのグランドデオの音楽とは随分違う、ちょっとブルージーな感じの。そうですね、あれは地味編の曲ですよね。あ、地味編だったね。リトルウィングを歌ったんですよ。なるほど、すごいライブでね、紀章さんの靴も脱げたりとか。そうなんです、ね、なかなかないんですけどね、脱げることは。いやでも僕見ててやっぱり声量が本当にすごいなと思ったんですよ。あ、ありがとうございます、ね、やっぱりそれはあの声優として重ねてきたその発声とかが生きてるってことなんですかね。まあ多分そういうのもあるんでしょうけど、あれなんですよね。でもやっぱ歌う時の発声とセリフの時の発声とか違ったりするし。ああそうですか。かといって僕これ自分すげえだろみたいに言うわけじゃないのよ。ボイトレとかやったことないからよくわかんないんですけど、はい、まあなんかでも自己流でなんとなくそのライブでのそういうのが身についたのかなというふうには思いますよ。ただあのちっちゃい頃はもう本当にうるさい子供だったっていうふうに。まあ声はもともとでかい方でかかったよって、なんかもう本当なんか担任の先生とかいまだにあのおばあちゃんとかお母ちゃんとか言われますからね。あんたはうるさかったと。あんたうるさかったよ。本当人の結婚式ぐらい静かにしなさいって言うと。グランドデオ最初に始めた頃はライブでやっぱり喉潰したりとかしたんですかね。いや、そうでもなかった。すごいな、それも。だいたいでも、いつかライブも、次の日は使い物になれなかったりするんですけど。あ、そうですか。はい、なんか全部置いてきちゃうんで、そこに。喉をこう、なんていう、特にこの季節とか、はい、気を使ってることとかあるんですか。あ、そうですね、喉潰さないために、タバコと酒をやってますね。ええー